清見寺明治末期右側に東海道本線清見寺は静岡市清水区沖津にある臨在宗明神寺派の寺院。3号は巨光山、正式には巨光山清見広告前寺と称する。寺伝では奈良時代の創建と伝える。平安時代は清見関に置かれた比叡山を総本山とする天台宗の寺院であった。鎌倉時代に 前寺として復興し、足利高氏や今川義元の消えを受けて繁栄した。また、その頃、徳川家康は今川氏に人質としてあったが、当時の住職体源切災に支持し、当時で勉強していた。交通の要衝であり、武田氏による駿河信仰の際には、今川氏真が本人を構えたものの、札田峠の戦いによる家臣の相次ぐ離反。 武田方への内通により戦わずして、寸布城に撤退している。江戸時代には、徳川氏の庇護を受けたほか、東海道の目の前にあることから、朝鮮通信市や琉球市の接待がここで行われた。広島県福山市友町にある福前寺、岡山県瀬戸内市牛窓町にある本田寺とともに、朝鮮通信市遺跡として、国の史跡に指定されている。 また庭園も国の名称に指定されている。また、駿河湾を望む風光明媚な高台にあり、室町時代には雪舟が、明治時代には夏目漱石や高山貯牛、島崎東村が訪れている。なお、寺の境内を東海道本線の線路が横切っている。その経緯については、沖津駅の歴史を参照。 静岡市清水区沖月読みでえら町418-1ありがとうございます。